1回目はフォークボールで三振でした。アウトコース、いいコースに投げてきてますよね。カットボールだと思うんですけど、もう一球同じようなボールです。外いっぱいでワンボールツーストライク。中心にキャッチャーの中村が要求をしています。今までにあのバッター見てるんで、インサイドを攻めてるっていうのもあると思うんですね。ですからそこはやっぱり意識付けを置いているのでね、外中心になってますけど、続けて外145キロです。今のも今一つ踏み込めないような状況なんですよね。しかしね、早く早く状態ですからね。それまでのバッターに与えているその意識づけが、はい、中村の中にも引きずられていると。そう思いますね。そうすると1回目で打ち取られたあのフォークボールがまだ来ていないんですけども、んとレフトに上がりました。打球は上がっていく。フェンスは軽くオーバーしました。ホームラン。小川が中村だけに打たれました。高々と上がる第19号。変化しきりませんでしたが、そうですね、多分フォークボールがややシュート気味に内寄りに入りましたよね、ですからあの今のは多分自然にバットが出た状況、自然にバットが出てホームランになったような感じだと思いますね。2対0になりました。うまく打ちましたけども、うん、どうしても意識付けはやっぱインサイドですよね、はい、腕を畳んで回転で持っていきました中村剛也第19号で2対0。